皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、お客様に本当に喜ばれるサービスの見つけ方、勘違いしがちな自分視点を一刀両断という、若干物騒なタイトルになっていますが、本日はこちらについてお話をしていきたいと思います。最近ホームページ診断をとてもよくやっているんですよ。読者プレゼントというかですね、LINE の読者とメルマガの読者の方からですね、あなたのサービスが売れるか売れないかっていうことを、診断するっていう無料キャンペーンをやりまして、たくさん応募があったんですけど、その方たちのホームページを片っ端から診断して片っ端から切ってってるんですけれどもね。で、要は皆さんは回答が欲しいから当然私に依頼をしてくるわけで、当然私としては売れない要素っていうのが目につくところは全部バサバサバサと言っていくわけですね。で、その時に、あ、そっか、そういう視点なんだなっていうのが気づいたことと、あと私が音楽をやり始めてですね、先日ライブをやったんですけれども、その時に私の、音楽の方をやっている知人というか、友人ですねからコメントをもらったことが、あ、共通するなと思うことがあったので、そちらをちょっと今日はお伝えしようかなと思って動画を撮っております。はい、ということで、じゃあ本題に入っていきますね。まずですね、お客様に喜ばれるっていうことは、皆さんどなたもですね、基本喜んでいただくためにお仕事をやってる方がほとんどなはずなんですよ。中にはもしかしたら、お金だけ儲かればいいよと思ってやってらっしゃる方もいらっしゃると思うかもしれませんが、そういった方はね、あまり長続きしないです。お金だけを目的と目標にすると結構行き詰まることが多いですよね。難しいんですよね、モチベーションが保てないっていうか、もちろんお金が大好きでそれを稼いでって、社会貢献に使いたいという方はもちろんそれでも構わないんですが、大抵こう誰かが喜ぶ姿を見たいとか、そういう動機でやられる方が多いんですよね。教室業の先生の場合にはそれが行き過ぎてしまうと、もうボランティアになっちゃって、全然収益も出ないっていう動き方をしている人は、これまたちょっと別の話になるんで今日はそこを置いとくんですけれども、喜ばれたい、してあげようと思ってサービスを展開するっていうケースがほとんどなはずなんです。ただし、このサービスの視点が、そもそも合ってるのかどうなのかっていうのを、自分視点じゃなくてですね、たまには客観的に引いた目で見てくれる人、私はお仕事ですから、コンサルタントっていう仕事をしてるので、当然それがお客様の視点になってませんよねっていうことであれば、それを言うのが私の仕事ですからね。で、それをどうやって考えるかっていう、考え方と答えの見つけ方を今日はお伝えしていくんですが、エピソードが2つあるので、それを元にお話をしていきたいと思います。まず1つ目がですね、私のその音楽ライブ、サックスやってるんですけれども、そのサックスをやっている内容ですね、こういう風なの今回やったんだっていうのを、私の友人にそれを動画見せて、彼はその音楽系の方の、詳しい人なんですけれども、で、それ、いろいろなこういう点が良かったよねっていうものを褒めてもらった中の一つの話にですね、マーケティングと一緒なんだけどっていう話、その方はネットビジネスもやられているので、マーケティングっていう言葉、要は売れる仕組みっていうことと一緒なんだけどっていうことでなぞらえて話をしていたのが、曲順とか演奏する曲目も、みんなが盛り上がって喜ぶ曲を中心に選んでますよねっていうこと、これがやっぱり良かったと思うっていうことで、ライブ自体もちろん大成功だったんですけれども、その曲順と曲目の選び方についてその人に褒められたんですよ。で、それは私の中では当然、最初から考えている視点で、そのライブでやるのは
私の特に私の場合には私のクライアントさんに喜んでもらう、まあ社恩の企画っていうこともあったりするので、当然喜んでもらいたいわけですよね。ということは、もちろん私自身の成長の記録を見せるっていうことはあるんですけれども、皆さんが知ってて分かってて乗れる曲の方が当然いいわけですよね。ですから、まあ、今回で言うと、まあ、ルパン三世とかですね、情熱大陸とかテキーラとか、割とこうアップテンポでノリノリの曲とかを要所要所に入れてって、みんなで踊ってこう手拍子打ってとかいうのができる状態の構成にしたんですよね。で、したっていうことは当然ですね、練習の段階からその曲を選んでるわけですよね。で、ここがポイントでですね、私の場合にはもちろんサックスは趣味なんですけれども、一つの、軸としてですね、まあ、コンサルタントである私が自分の、例えば出版記念パーティーとか、自分の、主催するなんとかパーティーとか、まあ、ハロウィンもそうなんですけど、私のクライアントさんとその仲間ないしは、まあ、新規の人でも構わないんですが、その人たちに喜んでもらうっていうために開催する会なんですね。ですから、知らない曲よりは絶対知ってる曲の方がみんな嬉しいんですよ。当たり前ですよね。私も、私の好きなサックス奏者の方いらっしゃるんですけど、その方の CD とかアルバム聴いててすごい好きになった方で、ライブがあるっていうのでライブ行ったことがあるんですけども、超絶技巧ですね。ものすごい指使いとかで、ほえー、すごいなと思って見てはいたんですけど、曲はね全然わかんない曲なんですよ。っていうのも、まあ新曲っていうのもあったりとか、自分で作った曲っていうこともあって、やられていたので、その乗りようがないというか、指がすごいなっていうのはわかるんですけど、感情移入はそんなにやっぱりできなかったんですよね。スタンダードナンバーでこう分かってるっていうような、そういう曲の方がベタで、ご本人はもしかしたら、ね、ちょっと退屈なのかもしれないんですけど、案外お客さんってそうじゃない部分もあるところがあって、まあ、要は誰を集めるのかっていうことによるんですよね。私のクライアントさんは私と一緒にその会を楽しむっていうために来てもらってるので、やっぱり知ってる曲の方がいい。だから私はそれを知った上で選曲をして練習をするわけですよね。だから単に、もちろん自分の好きな曲ではありますよ。好きな曲なんだけれども、みんなが楽しめるライブ向きの盛り上がれる曲で、期日が決まってる期日である程度仕上げられそうな曲はどれかっていう基準で曲探してるので、超絶技巧を見せるために私は曲は選んでなくて。基本的にはみんなで楽しめるし、聴いてていいなとか、何かその時をね思い出したり懐かしんだりとかっていうことも含めたりとか、あと元気になれる曲とか、そういうのを中心にやってるので、もちろん自分で楽しむためもあるんですが、どっちかっていうと選曲そのものもライブでこういう気持ちにみんなになってほしいなと思って。で、曲をそもそも選んでる。だから練習するんですけどね。だから曲の選び方が、自分の技術を見せるために選んでるわけではなく、その先にいる人がそこにいた時に喜んでもらえる曲を選曲している。だから当然盛り上がるっていう状態を作ることはできるので、その彼が言うには、プロの演奏家でもめちゃめちゃ難易度が高い、それをやることによって、その来てる人がいまいち乗り切れないというか、うんっていう顔で終わってるっていう演奏もすごくよくありますとかいう話を言っていて、ああそうなのかもしれないっていうふうに思ったんですね。じゃあこれは教室業で言うと何なのかっていうと、例えばその自分が属性としているお客様が、ものすごい難しい技術を学びたい人を最初から寄せている、呼んでいる場合には全然それでいいんですよ。 いいんですけど、その集めてる属性にとって嬉しいサービスを提供するということになるので、必ずしも技術を自分がどん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 スキルアップしていくことを全員が喜んでるか、自分の属性の人がですよ、喜んでるかどうかはチェックしながら講座は作った方がいい、レッスンは作った方がいいってことです。ともすれば、自分これ習いに行きました、で、それを披露したいからみたいな形になっちゃう場合があると、
生徒さんついてこれないので、集客ができないということになります。それよりも今自分が集めた属性の人がさらに何を知りたいのかをリサーチした上で、それに必要な技術を学びに行く方が、よほど理にかなってるし、そのまんますぐ売れるものになります。この順番が割と逆な人が多いなっていうのを感じてるんですよ。何々どこそこ行きました、こんな資格取りました、こんなのあって、これもあって、これもあって、でこれはすごい資格で技術だからということで教室を開業する場合には、その先にいるお客さんが欲しいって分かっている状態でその技術を学びに行ってるわけじゃないので、自分の技術についてこいっていう人を集めることになるので、それを、地道に、例えばブログとかですね、YouTube でもインスタでも何でもいいんですけど、どこにいるかもわからない属性に向かってこうだよっていうのを取っちゃった資格から講座を作ると、そういうことになっちゃうんですよね。それよかリサーチをある程度してですね、こういうものがどうやら好まれるらしいとか、あと先生にすでになってる人は全然楽ですよ。今来ている人と同じような人を集めたいんだったら、その人たちが次に何を望むのかっていうのを聞けば大丈夫なわけですよね。で、聞いてサービスを組み込めば当然それは売れるサービスになるので。自分が新しい技術を学んだから、それを講座に組み込んだらみんなが喜ぶと思ったら大違いっていうことです。だったら最初にリサーチをして足りない技術を学びに行く方がいいですね。と思いますよ。なんで私の場合には、生徒さんができてからはその人たちが欲しがるもので足りない知識を学びに行ったりとかしてたんですけど、当たりをつけてやった講座もありました。米粉の講座だったんですけどね、それはこれから時代が来るぞと思って米粉習っといたんですけれども、今は米粉流行ってますけど、当時は流行ってなかったんですよ。時代は早すぎてもいけない。で、売れるかなと思ってやって、体験会は満席になるけれども、みんな本講座は別にいい、体験会だけで満足って言われたんで講座を立てなかったっていう苦い記憶がある。だから先に資格を取りに行っちゃったっていうところの見誤りっていうことですね。だからそれ以来私は新しいサービスを作る時には必ずテストイベントっていうか、それが市場に反応されるのかしないのかをまず見極めて、それから本講座を作るようにするようになりました。だから資格とかで自分の趣味とかで習いに行くんだったら別にいいんですけど、それを講座化してちゃんとお金を稼ごうっていうふうに思うふうにして、投資をするんだったら回収できるかどうかを先に調べるっていう必要があると思うので、この順番が逆になってる人が多いなというのを感じているところがまず一つですね。で、もう一つは自分の属性とするお客さんの喜びがどこにあるのかっていうのを、本気で聞くかリサーチするかをしてないケースです。これは、たまたまなんですけれども、同じようにホームページ診断をさせていただいた、整体院の、男性の経営している整体院なんですけれどもね、女性向けの商品を扱っているということでホームページ診断をということだったんですけども、その方がターゲティングする人がそのホームページを見たら来るような気がしないホームページになってたんですよ。その方が歌ってる属性の方が反応するような内容になってなかったんですね。で、これ今こういう方をね集めたいって書いてありますけど、このコースっていりますかとか、このコースいらないですよねとか、そういういらないコースがいっぱい乗っかってるとかっていう話だったりとか、癒しとかおもてなしとかっていう言葉を使っているんですけども、その方たちにとっての癒しとおもてなしって何ですかとかっていう話をした時に、店内にね、こう来た時にそう季節の花が飾ってあるとかって言ってたんですけど、それはそれで多分悪くないんですが、で私が言ったのが、癒しっていうことを人によって捉える、感じるっていう言葉は違うと思うんですよって言って、で少なくとも私にとって癒しっていうのは、例えばそういう整体院とか疲れた体を癒しに行くっていうことであれば、まず資格からってことを考えると、いろんな張りが
紙がベタ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 無秩序に貼ってあると、それを見るだけで目が疲れてしまうので癒されないですっていう話をして、少なくともそういうのは本当にポイントでどうしても貼りたいものとかは貼ってもいいんだけれども、あのそれだったらむしろ観葉植物が1個あるとか、あのすっきりしてて綺麗な方が 目があちこちに散乱している、その雑然としたものに目がいかない方が体が疲れないんですけれどもっていう話をしたりして、でそれが全ての女性がそうかは分かりませんって言って、私はそうだけれども、私はあのその方にとってのターゲットとする人とちょっと違う種類の子供はいないですし、主人はいますけれども、あの仕事バリバリやってるタイプの人なんで、一般的にその方がまあ主婦みたいな、主婦層みたいな方とかね、子育て世代とかを狙ってるとすると、全然癒しっていう意味が違うのかもしれないですけど、その方たちの本当の癒しってどういう意味か分かってますかっていう話をした時に、そこはやっぱり理解ができていないっていう状態だったんで、ただその方はリピートがすごく高いっておっしゃってたので、であればリピートしてくれてる方は何かいいことを見つけて当然リピートしてるわけなので、それが癒しなのか、その先生のしゃべりと風体姿なのかとか、何か、ね、得意な部分があるはずなんで、それは今いる方と同じ方を集めたいと思うのであれば、その方たちが何に喜びを感じているのかっていうのを聞いた上で言語化をし、そしてそれを実行する店内にしていくっていうのがサービスの順番になるっていうことですね。だからこれも自分視点の方が強いと、あの花はあるのは構わないんですけれども、そのじゃあごちゃごちゃしてる院内が本当に癒しになっているのかどうかっていう、でそれを喜んでるって分かってるんだったらやったらいいと思うんですけれどもね、まあこれはその生態に限らず、まあ、教室もそうなんですけれども、ごちゃごちゃしてて汚いよりは、家庭臭とか生活臭が見える教室よりはすっきりしてて、教室に行ったら少しリラックスできるなっていう教室の方が、まあ、大抵人気があります、うん、いや自宅でやってるししょうがないじゃないですかみたいなのっていうのは、あの確かに自宅でやってるんだけれども、一応サービス業として、お金をいただいてそれを提供してるということになる観点からすると、まあ、一応お仕事の一環になるので、家だからって自分が思ってやっている限りは家だしいいんじゃないっていうタイプの方が集まってきます。だから それでなあなあで言ったらいいと思うんですけどね。あのだから誰を集めたいかによってサービスのクオリティとレベルとかが当然変わってくるので、その呼びたい人と自分が提供したいサービスのラインを合わせないと、当然一回来たらもう二度と来ないとか、あの金額上げたらいなくなるとか、まあそういう話とかもすごくよく聞く話なので、本来提供するべきお客様の喜びっていうものは何なのかっていうのを自分の視点で考えないっていうことですね。あのここすごく難しくて、自分が良かれと思ってるから気づかないんですよ、うん、でこれまた友人とかですね聞いてもあんまり意味ないです。あの割と厳しめの客観的な、それがいいか悪いかっていうのをたくさんの事例を見ている人に本来は聞いた方がいいです。あの私がそれを言うことができるのが、自分自身が150くらいの教室を回っていて、値段も3000円から1万5000円、2万円弱の教室までを知っているから、このぐらいの教室はだいたいこれぐらいのクオリティで、レッスンをしていくなっていうのがおおよそランキングで分かってるんですよ。だからそのギャップがあるとお客さんの当然不満足になるし、お客様が離れていく要因になったりするので、自分視点で気づかないようであれば、そういった専門の人にも見てもらうっていうこともたまには自分の教室点検ということで必要なのではなかろうかというふうに思っています。はい、ですのでまとめますと、お客様に本当に喜ばれるサービスの見つけ方っていうことなんですけれども、まず1点は
その自分の考えだけではなく、すでにいるお客様が目の前にいるようであれば、まあ、そのお客様が、本当に喜ぶものは何なのかっていうことを、見つけて実行実現していくっていうことがまず一つですね。そして、2点目は、そのこれもやっぱり独りよがりの視点の話になっちゃうんだけれども、難しい技術が必ずしも喜ばれるわけではない。自分のお客様が、求める教室への価値っていうものを再認識した上で技術を身につけるならつけた方がいいという、まあ、そういうお話でございます。はい、よかったらご参考にしてください。それでは。